なぜアシュラ・ハラは全日本プロレスを突然解雇されたのか感動泣ける全日本解雇から SWS 天竜源一郎との流言砲復活の舞台裏1991年8月 SWS のリングで奇跡が起きた天竜源一郎との流言砲で全日本プロレスに革命を起こすも 私生活上の問題から全日本プロレスを解雇となり行方をくらましていたアシュ修羅原が約3年ぶりに電撃復帰天竜との流言法を復活させたのだこの時期新日本プロレスの G1 クライマックスが初めて開催され長野正弘が橋本真也と武藤圭司を連覇し初優勝を飾った歴史的な大会が開催されていた そしてこの歴史的大会の裏では天竜革命時代の全日本プロレスファンが涙する人間ドラマがあったのだ G1 の両国国技館初日と同じ8月9日横浜アリーナで開催された SWS1 周年記念興行で天竜源一郎とアシュ修ハ原の流言法が2年10ヶ月ぶりに復活した 1980年代後半の全日本プロレスは天竜と原の流言砲抜きには語れない全日本はそれまでの豪華外国人主役路線から全日本と長州力率いるジャパンプロレスの日本人対抗戦が主軸になっていたところが長州は1987年春に多くの選手を連れて新日本に U ターンしてしまうこの時に ジャンボ鶴田の背中は見飽きたし輪島のおもりにも疲れたあの二人を本気にさせて全日本を活性化してやると行動を起こしたのが天竜でありそれに呼応したのがフリーの立場のアシュラ・ハラだったハラはラグビー日本代表の活躍を買われ1977年11月に国際プロレスにスカウトされ入門した翌年12月 海外武者修行から帰国するとラグビーファンの作家野坂昭之からアシュラ・ハラのリングネームをつけてもらうなどファンの期待も高かったレスラーとしての芽が出たのは全日本に移籍しこの天竜源一郎と流言法を結成してから長州力らジャパンプロレス勢が離脱した全日本マットを2人のコンビ流言法が盛り上げたのであった 流言法は、まずは毎日取材に来ているマスコミの人たちがハッとするような試合をやらなければ、ファンを振り向かすことはできない、と、地方の小さな会場でも、ノーテレビの会場でも、全身全霊のファイトを展開。その姿は、ファンの心を打ち、会場には、素晴らしいプロレスをありがとう、と書かれた横断幕が貼られるようになった。そして、天竜と腹を慕って、 川田俊明、サムソン・フユキ、小川義成が合流し、二人だけの革命は天竜同盟という一大勢力になった。そして、1988年春には、天竜が UN ヘビー級と PWF ヘビー級、流言法が PWF 世界タッグ、川田と冬木のフットルースがアジアタッグ王座を保持するなど、 天竜同盟は紛れもなく全日本マットの主役になった。だが、そんな天竜同盟にとんでもない事件が起こる。1988年11月19日、足利市民体育館における世界最強タッグ決定リーグ戦開幕戦の試合前にジャイアント馬場が突如としてアシュラ・ハラの解雇を発表したのだ。馬場が会場入りするや、 待っていた日本テレビ関係者がすぐにテレビカメラがある控え室に誘導、馬場は全日本プロレスは昨日付けでアシラハラを解雇いたしました、理由はいろいろありますが、本人の生活態度に問題があり、今後、会社および多くの人々に迷惑をかけるようなことをしかねないんで、いい選手ではあったけれども、そういうことにしました。今までも何回かあったし、 もうう面倒は見れなないいっていうことなんですよ俺の一存ではなく役員会にもかけて会社の方針で決めましたとコメント馬場の口調は厳しくこの会見の模様は翌日の全日本プロレス中継の番組の冒頭で流された馬場も日本テレビも毅然たる姿勢を取ったのである実は 世界最強タッグ決定リーグ戦開幕前日の記者会見を、流言法だけ欠席していた。原が馬場との話し合いの最中に、ちょっと電話をかけてきますと席を立ち、そのまま戻ってこなかったのだという。原の生活態度に問題があるというのは、ズバリ借金だった。生来派手好きで見栄っりりなところがあり 後輩や女や取り巻きに大盤振る舞いを繰り返し、借金まみれになっていった。返済できないから、どんどん筋の悪いところから借りることになっていた。当然、生活は荒れ、家庭も不安に。さらには、試合会場にまで、まともじゃない人たちが取り立てに詰めかけることになり、ついに馬場はアシュラ・ハラを解雇した。が解雇された後、天竜は、 俺は何で辞めたのか事情を知っているから、アシュラのことを言うのは失礼だと思う。今そう言うんだったら、なぜ身を挺してまで止めてくれなかったんだって。俺はそれができなかったんだから、アシュラ・ハラっていう名前を言わないのが思いやりだと思う。と、以後、アシュラ・ハラという言葉を自分の胸の中に封印してしまった。だが、 苦境に立った時の天竜の口からは何度となくアシュラ・ハラという名前が飛び出していた。いろいろあっても俺はこうしてプロレスをやっていける分だけいいよ。アシュラのことを思うと俺は恵まれてると思うよ。何が俺の意地の要素になっているかというと、アシュラと二人でやり始めて困難があっても乗り切ろうとして、二人で心を一つにしてきた時の気持ちだろうね。 と、天竜はいつもアシュラ・ハラを心の励みにして頑張っていた。解雇という厳しい処分になった以上、もう二度と流言法を見ることはできないと、誰もが思っていた。だが、天竜が1990年4月に全日本を退団して SWS 設立に参加したことによって、プロレス記者の仲間内で、ひょっとしたら、 SWS でなら流言法を復活できるのではないかという話が持ち上がった原は解雇されてから完全に姿を消していてプロレス記者にも目撃情報が全く入ってきていなかったそこで天竜派のプロレス記者の間でアシュラ・原を探そうという話になったのであるやがて北海道の琴隣町にいるらしいという一本の情報が入ってきた そしてラは、あるお寿司屋さんの2階に寝泊まりしていることが分かった。プロレス記者は早速、天竜に報告した。そうか。もしかしたらアシュラはプロレスから解放されて幸せに暮らしているのかもしれないね。それだったらそっとしておいてあげようよ。いろいろ骨を折ってくれてありがとう。天竜の声はやや寂しげだった。実はラは、 一度だけ酔っ払った勢いで天竜に電話をしたことがあっただが不在でつながらなかった原は神様がまだ連絡を取っちゃいけないと言ってるのかなと思ってそれっきりだよもうこれ以上は助けてほしいっていうニュアンスで取られるのも嫌だったから意地でも電話できなかったのさと後日当時の心境を振り返っている当時は携帯電話が普及しておらず 家の固定電話の時代だったから仕方がないそして原はこの2年間抱えている問題を自力でクリアして必ずリングに戻るという気持ちを持って生きてきた問題を解決してその時点で自分の体と気持ちが持続していれば「ゲちゃん頼むいろんな問題はクリアしたぜ」と自分から出ていきたかったのだだが一方では 今出て行ったら、んちゃんに迷惑をかけけるだけだ、と複雑な感情を抱えていたしかしプロレスと天竜にかける熱い気持ちは持ち続けていたプロレス記者から天竜に原の電話番号を伝えてあったが分かったありがとうと言うにとどまった当時の天竜の立場ではよしアシュラを SWS に呼ぼうとは即決できないのが現実だった そして、およそ1年後、SWS 後楽園ホール大会の試合後インタビューで、天竜からアシュラ・ハラの名前が出てきたのだ。最近、無性にアシュラのことを思い出すんだ。何もないところから二人で歩き始めてきたけど、今、俺は体がガタガタだし、体がダメになった時は潔く引退するつもりだ。そうすると、やっぱり、 できることなら最後は俺とアシュラと二人で突っ走ってそれでバタッと行ったら終わりっていうのが俺の夢なんだよねだが実は天竜はこのインタビューの前から動いていた原に直接電話を入れ北海道琴仁町に出向いて原との再会を果たしカムバックを要請していたのだこの時点で天竜は メガネスーパーの田中八郎社長から SWS の社長を引き継ぐことが本決まりになっていたため原の SWS でのカムバックを決定する権限を持っていた原は天竜からのカムバック要請にこう答えた「同情だけだったら耐えられない俺に価値がないんだったらやめてくれでも俺で本当に助けになるんだったら玄ちゃんに命を預ける」 これでいろいろな問題が出てきたら横浜アリーナでレスラー人生が終わってもいいそして原はカムバックを決意した帰郷した天竜は全日本の天竜同盟時代に原の付け人をしていた北原に阿修羅の道具を手入れしておいてくれと言った北原は原が解雇された後もいつ戻ってきてもいいように天竜同盟の移動バスの原の席に 試合道具を用意しそして全日本を退団した後も大切に保管していたのだそして天竜の SWS 社長就任記者会見が行われ原が上京して天竜田中オーナーと会談を持って SWS と正式契約翌日からのレボリューションの伊豆高原強化合宿に原も合流して 宿泊先のホテルで入団記者会見を行ったこれから SWS の活性化を目指します SWS が上昇気流に乗る起爆剤として期待しますという天竜の言葉を受けた原は天竜選手に死に場所を与えてもらったと思っていますと決意を語った3年近くも隠居生活を送り44歳になっていた原だが 髪を短く刈り込んだな顔、太いい腕、分厚い胸板は健在し,ていたしかし原は「これは見かけだけラグビープロレスとスポーツマンとして生きてきた自分の体は自分がよく知っているプロレスはそんな甘いもんじゃないよ」と原は3日間の合宿の大部分を下半身の強化に時間を割いた。 天竜同盟時代にガタガタだった腰と両膝は試合をしなかったことでむしろ良くなっていた原の復帰戦のカードは天竜石川対原不雪これは阿修羅の復帰戦の相手は他のやつにやらせたくない俺の体で試すと天竜が決めたものだった原は流元峰時代の We want to change the world のメッセージが入った 青いレボリューションジャケットを着て入場したずっと大切に保管していたものであるパートナーの冬木も全日本のフットルース時代の赤いレボリューションジャケットで入場した天竜石川原冬木リング上の4人の目には光るものがあった天竜は原の復帰を目いっぱいのファイトで歓迎したタックルで吹っ飛ばし 大音響のチョップを連発するとラの胸板はみるみるうちに紫色に変色それに対してラはもう一丁と仁王立ちしてヘッドバットで反撃したこの思い切り受け思い切り攻めるのが天竜とラが全日本で実践してきたプロレスだ天竜の円髄斬りパワーボム石川の相撲ラリアットに耐えたラはヒットマンラリアット アッパーブローで反撃し天竜を雪崩式ブレーンバスターで叩きつけた最後は天竜が冬木をパワーボムで抑え原は復帰戦を白星で飾ることができなかったがこれぞ天竜同盟のプロレスであった試合後がっちりと抱き合う天竜と原セコンドの北原は顔を腕で覆って涙を隠し 客席後方で見ていたグレート歌舞伎も泣いていた試合後のマイクでみんなありがとう俺はアシュラと一緒に行くからなと天竜あとは唇が震えて言葉にならない原はレボリューションの生き様を見てくれと叫んだいつもの SWS の会場での凍りついたような冷たい雰囲気が 嘘のようにに暖かい空気に包まれた横浜アリーナにおける SWS1 周年記念興行、紀元1年は、新日本の両国国技館大会の裏で満員マークこそつかなかったものの、流言法復活効果によって1 4650人を動員。流言法ナチュラルパワーズ ロードウォリアーズ改めリージョン・オブ・ドゥームなどによるワンナイトタッグトーナメントが目玉だった流言法は決勝でリージョン・オブ・ドゥームに敗れトーナメント優勝はならなかった当時の SWS はまだ逆風状態でこのバッドエンドに普段なら観客からブーイングが起こるところだがこの日は流言法の検討に惜しみない拍手が送られた そして原はみんなもう少し待ってくれレボリューションは死なんぞ流言法は死なんぞとマイクで叫んだのだったその後アシュラ・ハラは SWS 崩壊後天竜らと WAR へ移籍対抗戦の相手である新日本プロレスのリングでは長州や藤浪とも対戦したさらに自分のレスラー生命が少ないことを自覚し 俺の体と気持ちの中に玄ちゃんを刻み込んでおきたいとして全日本でアジアタッグ王座を共に獲得したスーパーストロングマシンや若手の邪道・ゲドーラと反 WAR 軍を結成し再び天竜と戦う道を選んだそして1994年に現役を引退10月3日に故郷・長崎で行われた 天竜との最後の一騎打ちでは、天竜のチョップ29発、ラリアット11発、パワーボム3発を浴びた、10月29日に後楽園ホールで行われた引退試合では、流言砲を再結成して、冬木弘道邪道組と対戦した、その後行われたバトルロイヤルでは、最後に流言砲が残り、再び天竜のラリアットを17発。 パワーボムを三発くらい、最後まで天竜の厳しい攻撃を真正面から受け続けたのであった。試合後、天竜は原の妻子を引退式のリングに上げてマイクを握り、長らくお借りいたしました。今日、アシュラをお返しします。と語りかけ感謝した。しかし、原は妻子のもとではなく、故郷、長崎へ帰った。 地元の高校でラグビーを教えたりもしていたが生活は認知症の父親の介護が中心唯一の収入がその父親の年金だったというその父も他界したが自分の体もボロボロであった雑誌の取材後肺炎を起こして入院退院後に心筋梗塞で再入院する さらに物忘れが激しくなるなど精神状態が不安定となったそして2015年4月28日午前5時15分雲仙市内の病院で肺炎のため68歳で帰らぬ人となった天竜は腹の死去に際してノーコメントを貫いていたが後日 もっといい人生を送れたんじゃないかという思いがあるでも腹いっぱいの付き合いをしたという自負があるから後悔の念はない亡くなった時にノーコメントを貫いたのはどんなに言葉を尽くしても俺のアシュラに対する気持ちは伝わらないと思ったからと語ったアシュラ・ハラが亡くなった約半年後に天竜が引退した 天竜が引退するまで待たないのもアシュラハラらしい。んちゃん、みんなが盛り上げてくれるだろうから、俺は先に行ってるよ」とあのダンディーな顔で笑っていたのかもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。